デイブ・フラウムは日本で DJ、また DBCM、映画、イベントで活動するタレント。ボイスガレージに所属。アメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキー出身。父親はドイツ系アメリカ人牧師のエルウッド・フロムで、母親は日本人のハーフ。父、エルウッドは北海道をはじめ日本各地で宣教師として活動した人物。生まれはミズーリ州。 セントルイス。幼少期から日本とアメリカの両国で過ごし、日本では北海道や東京都調布市などのインターナショナルスクール、アメリカでは高校から大学時代を主に過ごす。日本にて外資系音楽機材メーカーの営業社員を経て、その声の良さをクリスペプラに見出されボイスガレージに所属、ラジオ DJ やナレーターを始める。2003年より続く、ザ。 デーブ・フロム賞では、卓越したトークというモは、優れた選曲でインターフェムの看板 DJ として活躍中。番組内で相棒となる、ジョー・ヨコミゾとの掛け合いトークは、幅広い層のリスナーを獲得し、多くの有名ミュージシャンたちからも支持されている。2017年2月に模様された番組イベントでは、ラジコのタイムフリーレーティング調査にて、曲内トップ聴取率であったことが発表された。 レオン編集長の岸大一郎が創刊したファッション雑誌 GG にて2017年7月号よりモデルとして活動。180センチメートルを超える身長とその容姿により仕事で訪れていたゴルフイベント会場にてスカウトされたことがモデルデビューのきっかけとなる。趣味はゴルフ、野球観戦。二人の娘を持つシングルファーザーで次女はモデルのパトリシアのぞみ。 A.B. ザ・デーブ・フロムショー2015から2017年放送分より2017年2月12日イベント陰謀バレンタインにて2017年9月22日ザ・デーブ・フロムショー放送分本人発言よりありがとうございます